遠くの戦争はは買い本当か投資の格言に遠くの戦争は買い,はくは買い近くの戦争は売りという言葉がある今ロシアとウクライナが戦争しているので遠く離れた日本や米国の株仮想通貨は買ってもいいということになるただ問題はいつ何を買うのかまず買う時期は今はやめた方がいいと思う理由は戦争始まってまだ1ヶ月も経っていない 戦争がヨーロッパ周辺国まで波及する可能性つまりもっと暴落する可能性があるだから数ヶ月は待つべきだと思うそして何を買うかこれは米国のハイテック株と仮想通貨詳しい銘柄は他の動画で紹介するので僕をフォローしておいてほしい無料で仮想通貨講義をプレゼントしています仮想通貨で稼ぎたい人はプロフから LINE 登録してください仮想通貨で自由な人生を手に入れよう